まったく、見えない。お前らを守る余裕はない。適当に早く逃げ回れ。はい。取りに、行こう。なぜ無力な人を守る、守ったら価値があるのか、都会の中とか、朝通勤する電車の中とか、ゴキブリみたいでたくさんいて邪魔じゃないのか、俺だった駆除してたぜ。うるせえ。てめえのように人殺しはしねえんだよ。そもそも、人を殺して何が楽しい、ただ血が出てくるだけだろ。見てても面白くもねえ。人たくさんいた方が幸せそうで良いんじゃねえか。守った方が、達成感が出るんでな。お前は人殺しが趣味なのは、よくわかった。楽しそうでよかったな。重罪だがな。俺は、趣味なんかなかったからな。何をやりたいかも、何が欲しいのかも、何が面白いのか、何もわからなかった。だが、一度、人を助けた時、無事に退院できて、感謝のような顔をして、俺は初めて、喜びを感じた。俺は、その喜びを、実感したいために、オルジェポリスになった。俺は、すでに娘もいる。妻は辛い痛みを感じ、我が子を産んでくれた。だからこそ、娘を立派に育てたいんだ。お前のようなクソったれな親と違ってな、実験とかわけわからんこと言いやがって。つまり、お前は命を救え、命を大切にすれば、幸福感が感じる。俺は弱というわけか。なら、人と幸福を感じさせないようにしてやるよ。これ以上は便所でクソしてるような感じよりも長い無駄話を聞きたくないんでな。俺のボディを地面に埋め込んでおいた。さあ、この後はどうなるんだろうな。バラムを見て。地面からの攻撃だと、どこからかわからんな。だが、俺のオルジェの前では無力だ。バラムオルジェ。ダムジ、バラム。ここだー。なに？バラムオルジェ。ミズル、キャノン。早すぎて何が起こっているのか全然わからない。二人ともどこにいるの？風の力で空を飛んで加速しているのか。自然タイプのオルジェは最強だと聞いたが、予想以上だ。だが、こっちだって風のスピードよりも加速できる。バラムオルジェは風の能力、宇宙の風でさえも出せる。この風速なら、さすがのやつも追いつくことは。なんだと。このスピードは追い速レベルだぞ。巻き添えを食らえば、体なんてバラバラなんてかじゃない。やはり、オスを舐めていた。かなり深くのマントルに突きをされてたってことか。俺の攻撃で振動を起こし、その衝撃で溶岩は溢れ出してゆく。いっしゃー。どうした？俺を倒すのが余裕じゃなかったのか。どんどん溶岩は溢れ出してゆくぞ。胃の中で食い物が消化するように溶岩の巻き添えで、そのかけらも残らず消滅しやがれ。溶岩の巻き添えになるのは、お前の方だ、ボス。溶岩が宙に浮いている。ここが宇宙のように。なぜだ？単純だ。風の力で宙を巻いているだけだ。溶岩で倒せると思ったかもしれんが、風の前では無駄だぜ。なら、溶岩がダメならよ。やはり、口出しするしかないなぁ。俺の加速は、さらに増してゆくぞ。いくらお前の風でも。この複数は避けられまい。しねえ。バラムオルジェ。溶岩と竜巻の合体。そったれがー。